こちら現在の順位表です。今シーズン最多となる貯金3で2位浮上です。阿部さん、週末はね、巨人相手に3連勝、見事でしたね。見事でしたね。はい、ここにいる、はい、あれみたいな感じですけど、はい、でも今2位ですから、うん、ただこの、ね、はい、試合数ちょっと、ね、少ないの、少ないですね、中止が、ね、結構、ね、多いですね、気になりますけど、はい、終盤これね、どのように響いてくるかっていうところもね、うん、あるんですけど、まあ今2位ですから、はい、ポジティブにどんどん話していきましょう、はい、はい、ね、はい、大いに盛り上がった週末でしたけども、はい、今日は巨人のその3連戦を振り返って、阿部さんにクリーンナップに推したい3選手を選んでいただきました。はい、まずは推しのクリーンナップ、はい、推したいクリーンナップです。まずはこちら、小園選手です。はい、金曜日には先制タイムリー、そして土曜日は逆転タイムリーと、もう勝負どころで打っているイメージがありますけども、はい、阿部さん、小園選手の活躍どう見てますか？まあ去年までちょっとこう春先調子悪かったりしましたけど、はい、結構初球から勢いよく、はい、ボール球でもとりあえず打っていってた印象があるんです。今年はしっかりボールを選びながら、はい、自分で触れるところをしっかり混ぜてる、うん、大人な打席の立ち回り方になってきてるなっていうのは印象を受けてます。選球眼も上がってきたと、ね、選球眼も上がってきてると思いますし、自分が打つべき球っていうのをしっかり見分けながら、打席の中で冷静に自分と相手を分析しながら立ててるんじゃないかっていうのは僕は見てて思いますね。はい、ここまで4番起用が続いている小園選手ですけども、はい、土曜日の試合はですね、うん、非常に打ちますし、日曜日も非常に打っていまして、はいはい、でチャンスの場面で打ちまくっているんですよね、うん、はい、こちらをご覧ください。得点圏打率は5割ってすごいですよね。尋常じゃないですね、はい、でここまで8試合で4番起用されているんですけども、はい、そのうち6試合で打点を挙げています。吉弘さん、はい、今チームでも小園選手に回せば打ってくれるっていう雰囲気ありますよね。あります。だって5割ですもん、得点圏打率、はい、2回に1回は絶対打ってくれるというね、打率が残っているんですけれども、はい、こう阿部さんは現役の時に、はい、チャンスで打席が回ってきたらどういう心境で打席立ってましたか？まあ、いろいろあるんですけど、うん、ちょっとマイナスになって、ネガティブになってあるんですけど、やっぱり打ててる時っていうのは、はい、まあ、やっぱりしっかりどういうピッチャーかっていうのは、しっかり頭にしっかり冷静に入ってきて、配球の傾向、はい、得点圏は内に来るのか、外に落とすのかっていうのを、はい、冷静に見極める中なんですけど、あと、まあ、思考の断捨離っていうんですかね、いろんなことを考えすぎない、はい、もうシンプルに立つ、はい、あんまりこう情報も入れすぎたり、あ、打たないと打たないととかではなく、もうシンプルに高め、よし設定、あんま、追い込まれるまでここっていうのを自分で設定すると、どこまでいろんなところに手を出すこともなくなりますし、シンプルには打席に立つようには僕はしてました。今日マツダスタジアムで小園選手に話を聞いてきたんですけど、まさに同じようなことで話していましたよ。そんなに打てるものじゃないので無欲で行くって話していて。本当に？はい、言ってました、言ってました。阿部さんが教えられたんじゃないですか。びっくり今、はい、考えすぎない、はい、考えすぎない脱力感っていうのがね、結果いい結果につながってるのかもしれませんね。さあ続いていきましょうか、はい、こちらです。末金選手、はい、一軍昇格後打率3割7分0厘と非常に活躍していて、はい、日曜日でも逆転スリーランを含む3安打放ちました、うん、はい、阿部さんは末金選手の好調の要因というのは何だと考えてますか？まあ、去年も、ね、あれに2桁打って、はい、自分の中でも自信もついてきた中で、うん、良くなってきた時、やっぱり自分の振るべき球というか、はい、そういうのもしっかり選別できてる。そして冷静に1打席目三振しても2打席目にそれを引きずらず、冷静にまた1打席ごとに気持ちを切り替えられてるっていうのが、また一つ要因あるのかなっていうのは見てて思いますね。以前球場で話を聞いた時にですね、はい、2軍でやってきたコンパクトなスイングワークっていうのが今のバッティングにつながっているって話していて、そちらは阿部さんから見ていかがですか？いや、これだけ大きい体ですね、はい、まあ、飛ぶんですよ、もう当たる飛ぶんですけど、やっぱり打ちたくなったら体を大きく振ったり、はい、欲が出てあったりレフト方向に顔が行ってちょっとこう大振りになるっていうのはあるんですけど、今みたいにコンパクトにって、それコツンと当てればホームラン入るんで、はい、そういうところも自分をこう、まあ、戒めながらというか、はい、抑えながらこう打席に入ることで余計な力が入らなくていい結果が生まれてるのかなとは思いますね。でこれだけ打ってるとやっぱりバッテリーも警戒してくると思うんですが、うん、はい、どう対応していけばいいんでしょうか？まあ、もちろん、絶対にストライクゾーンには投げてくるんで、うん、そこは、まあ、さっきも小園選手に聞いたらシンプルに、はい、自分が打つべき球を待てるタイミングと、うん、はい、そういうか体のパワーポジションというんですかね、はい、まあ、そういうのもしっかり理解した上で打席に立てば、うん、冷静に焦ることなく対応できていくのかなとは思います。あ、なるほど、はい、でここまで
小園選手、末金選手ときましたが、次が最後です。こちら、はい、坂倉選手です、はい、ここまで打撃不振に苦しんでいた坂倉選手ですが、土曜日の試合4打数4安打、うん、ホームラン1本ありました、はい、そして日曜日マルチヒット、土日で合わせて6本ヒットを放っているんですよね、うん、阿部さん、こちら坂倉選手のバッティング、はい、今いかがですか。今は、ね、非常にこう軸がしっかりして、うん、右足を上げた時に左足の股関節、お尻にしっかり体重が乗り切って、はい、体勢がピッチャー方向に流されてない、うん、で序盤ちょっと良くない時はピッチャー方向で足を上げたらそのままピッチャー方向に打ちたい打ちたいって流れながら行ってるんで、ボール球にもブレーキがかからず全部スイングしちゃって、はい、ボール球、まあストライク全部こうぼんやりした中で打ちに行ってたんですけど、はい、今はしっかり今みたいに間が取れて、しっかり右足踏み込んだ時の右足でブレーキをかけながらボールとの、まあ、時間っていうのを取りながら打ててるので非常に今状態はいいと思います。言うなれば、先ほどまで末金選手や小園選手がシンプルに考えられていると言っていた部分が、坂倉選手は不調の時はだからできてなかったけども、土日はちょっといい傾向が見られたということですか。ですね、もう全てのバッターに共通して、まあ、そうして言えることはやっぱりタイミングとシンプルな考え、こういうのができてればやっぱりおのずといい結果が出やすくなるんですけど、やっぱり打ちたいとかいろんな欲が出たり打てなかったりして力が入ってしまうと、ちょっといつものパフォーマンスと違うものが出るので、そういうところはしっかり冷静に自分を見つめられるっていうことが一つポイントかなと、はい、思いますね。小島さん、不調の選手がこうやって復調していくっていうのはファンとしても非常に嬉しいですよね、いや嬉しいですよ、帰ってきてくれたな坂倉選手っていう感じがやっぱりしますよね、見ていて、はい、そうですよね。で、小園選手や末金選手が好調なだけに、阿部さん、坂倉選手がより復調していくとなると、はい、打線も熱くなってきますよね。もちろんですね、やっぱり軸として、まあ、今ですか、グランドの扇の要として、はいはい、まあ、もちろん守備ではそうですけど、打撃ももちろん素晴らしいものを持ってますんで、こういう人が一人でも増えてくるともっともっと上に行く確率ってのは高くなるので、もっと打てると思いますんで、はい、もっと期待します。まだまだ期待します。ここから本来のチームはまだまだ上だと、はいはい、で今後ね、阿部さんがクリーンアップに推したい3選手をここまで挙げていただきましたけども、はい、気になるのは打順ですよね、はい、小島さん、はい、この打順何だと思いますか。選手ですね、はい、真ん中の方がちょっと大きいですね。シルエットで、シルエットがもうね、はい、ということは、はい、4番は末金選手、何番だと思ってた。私4番はやっぱ小園選手かなと思ってたんですけど、でも小園選手、末金選手、この並びは絶対だと思うんですよ、はい、日曜日の試合もこの並びで逆転スリーランがありましたから、小園選手、末金選手なんですけど、はい、私は4番が小園選手で5番末金選手、はい、でかなと思ってたけど、真ん中がでも大きい人に見える。明らかにちょっとなんか膨れてるんですよね、シルエットが。阿部さんがね、どう考えられたのか。小園選手、末金選手、今出た3選手を並べるんですよね、はい、小園選手、末金選手ときたら坂倉選手、選手だけど、はい、自分の中では納得がいってない。でも真ん中は大きい人、真ん中が大きい人というね。まあまあそういうクイズが今出てますから、はい、これもあくまで僕のあれ意見なので、はいはい、それ小島さん、小島さんの意見ありますよね。小園選手、末金選手は絶対なんですよ、絶対並びで。どうですか。いや僕も素晴らしいじゃあ阿部さん、答えを発表しましょうか。はい、3番小園選手、うん、はい、4番末金選手、5番坂倉です。ここも並ぶと、まあ、左右左って、ね、はい、そこでジグザグなんですし、はい、非常にこう今はこの調子で本来行ってもらえれば、これはもうしっくり今来るんじゃないかなと。4番もちょっと僕は固定してほしいんですよ、どなたか。はい、まあ、この並びになれば好調な小園選手が4番で得点も上げてましたけれども、はい、言うなれば3番でチャンスでランナー返してくれることもあるし、はいはい、4番を打つ末金選手のメンタル面でも、まあ、いい影響がある。もちろんそうですね、まあ、1、2番出塁して小園選手返す、まだ残ったランナーをドンと、それにまたつなげられる選手っていうのがやっぱりこう固まってくると、もうここクリーンアップ固まれば、はい、もう打線組むときはあまり何も考えず、あとここはどうしよう、パパパッとできるので、はい、まずここは軸で固まっていって育っていってほしいですね、はい、もうこの特に末金選手もそうですけど、はい、でクリーンアップの並びというところにも注目していきましょう。そして今日はですね、6時から阪神タイガースと試合があります、はい、今日の先発は床田投手、うんうん、対戦投手はですね、村上投手となっています、うん、よく見るこの対戦組み合わせですね。そうですね、多いですよね、はい、スターティングメンバーは出るんですか。出ましたね、はい、す
笛金選手は6番、ね、6番、はい、小園選手4番ですよ。おお、あでもちょっとやっぱり小園選手4番でしたか。ちょっと、まあ、小島さんだ。小島さんの予想が、これは多分、まあ、村上投手ということもあって、はい、まあ、そういう兼ね合いももちろんあると思います、まあ、将来的には笛金選手がドンとこう真ん中に座ってくれると、僕はまたしっかりチームの、ね、軸っていうのが安定してくるかなと思います。そうですね、はい、今日の試合勝利を願いましょう。